潜水艦。写真の鑑定は、海上自衛隊の操縦型潜水艦、白龍第二次世界大戦時、ドイツ海軍が使用した、u ボート飛び型。ロシアのアクラ型戦略原子力潜水艦。世界最大のサイズを持つ潜水艦である。フランスの流ビ急攻撃型原子力潜水艦、サフィール。本クラスは、原子力潜水艦では、 世界最小サイズである。イタリアの 212A 型潜水艦、サルバトーレ東だろ日本の特殊潜航艇、公表的。写真の潜航艇,艇は、坂巻和夫正尉と稲垣清二等兵装が登場していた、公表的。アメリカ軍側の識別名で言う、八19。潜水艦は、水中航行可能な軍艦である。潜望鏡から撮影された、 米潜水艦、シーウルフの雷撃を受けて沈みゆく日本の第39号紹介艇。有効な対戦センサー、兵器がなければ、水上艦は潜水艦にとっての獲物に過ぎない。戦艦、空母、巡洋艦、駆逐艦などの水上艦と潜水艦とを分ける。最大の違いは、潜水艦が水中を航行できることである。 特に第二次世界大戦以降の潜水艦は、水中航行を主な目的としている。レーダーの電波や可視光線がほとんど届かず、数少ない捜索手段として、有効な音さえも水の状況で、電波状況が複雑に変化する、水面下で深く静かに潜航した、潜水艦を探知、撃沈することは、最新鋭の探知装置と、対戦兵器を備えた、 現代の対戦部隊にとっても容易なことではない。潜水艦は自らの存在を築かれることなく敵小海網を突破して敵艦艇や輸送艦、輸送船を沈め機雷を伏設しその他特殊部隊の潜入支援や情報収集任務などに運用することができる。潜水艦の中には巡航ミサイルによる対地攻撃、さらには 核弾頭を搭載した潜水艦発射弾道ミサイルの運用が可能なものも存在する。また、敵の潜水艦を攻撃したり、水上艦を敵の潜水艦から護衛したりすることもある。1982年4月、アルゼンチン軍がフォークランド諸島を占領した直後の月曜日、私はたまたまある潜水艦士官と昼食をとっていて、英海軍はすぐさま、 紛争海域に我が方の潜水艦一隻がすでに到着していると宣言するはずだ、と友人は私に語った。そうした主張に誰も異論を挟めないだろうが、多分事実ではないだろう、と友人は続けた。しかし、潜水艦がその海域にいることがはっきりするのは、自軍の艦艇が実際に姿を消し始めた時であり、これは真偽を確かめる手段としては随分と高くつく。 トム・クランシー、平賀秀明役、トム・クランシーの源泉解剖、そして水面下の、どこか、に魚雷、あるいはミサイルを持った、潜水艦がいるという事実は敵に対して、心理的圧力をかけ、結果として、抑止にもつながるのである。その意味で、潜水艦の持つ最大の武器は隠密性にある。潜水艦がたびたび、究極のステルス兵器と呼ばれ、潜水艦部隊が、 沈黙の軍隊と称されるゆえんである。潜水艦は隠れることで進化を発揮するため、浮上しないことが望ましい。海中から航空機を攻撃することは難しく、対戦哨戒機には一方的に捜索、攻撃されることが多い。対空兵装を備えた潜水艦も一部にあるものの、攻撃すれば存在を知らせることになるため対空装備を有しないのが基本である。 ドレベルの潜水艇、ハンリーの内部構造のスケッチ。9人がかりでスクリューを回転させ航行する近代、以前に構想、または建造された潜水艦は以下のようなものがある。USS ホランド1900年になって、近代潜水艦の父と呼ばれた造船技師、ジョン・フィリップ・ホランドによって設計された潜水艦、ホランド号がアメリカ海軍に収益した。 ホーランド号は、初期のガソリンエンジンと電動機の直結方式であり、来年期間によって推進する、近代潜水艦の元祖であった。ホーランド号の収益以降、世界各国で潜水艦が注目されるようになり、列強海軍はこぞって潜水艦の建造に着手した。初期の潜水艦は、ガソリンエンジンが主流であったが、間もなく、ディーゼルエンジンに代替された。 当時の潜水艦は、排水量100から1000トン、水上速力10キロトン、最大先行深度100メートル程度であった。潜水艦の本格的活躍は、第一次世界大戦からとなる。いち早く潜水艦を有効利用したのは、ドイツ帝国であった。u ボートと呼ばれたドイツ潜水艦は、海戦直後の1914年9月、独海軍潜水艦が、 英巡洋艦4隻を撃沈したのをはじめ、次々と英国軍艦、火客船を撃沈し、通称破壊に活躍した。英国の商船隊は大打撃を受け、英国経済を瀕死に追い込んだ。しかし1915年7月、ルシタニア号撃沈により米国人多数が巻き添えとなる事件が発生した。これにより、当時の中立国であった。 米国の参戦を恐れたドイツ帝国は、1915年9月以降は、英国船舶への攻撃に消極的になり、その戦果は減少した。その後、ドイツ帝国は、戦局挽回のため1917年に、無制限潜水艦船を再開し、独海軍潜水艦隊は一時的に大戦果を上げた。しかし、英国が護送船団を採用すると、 戦火は激減した。さらには、英商船への無差別攻撃は、米国の参戦を招き、第一次世界大戦敗北の一員となった。第一次世界大戦では、ドイツ帝国海軍は381隻の潜水艦を収益させ、そのうちの178隻を喪失したが、終戦までに、約5300隻1300万トンに及ぶ艦船を、 激沈する戦果を上げ、大西洋の狼、U-Boat は世界にその名を轟かせたのであった。400型潜水艦に十五型潜水艦 u 九百九十五第一次世界大戦における U-Boat の活躍により、潜水艦の有効性が立証され、各国は本格的な潜水艦隊運用に乗り出した。第二次世界大戦では、各国の潜水艦が通称破壊だけでなく、 戦艦や空母を含む戦闘艦撃沈の成果を上げて威力を発揮した。なお、この頃までは対水中攻撃に使える精度が高いホーミング魚雷が本格的に導入されていなかったため水中を三次元的に移動する潜水艦同士の戦闘は困難であった。潜水艦が潜水艦を撃沈した例としては1945年2月に ノルウェーのベルゲン沖で、衛潜水艦ベンチャラーが、潜望鏡振動航行中の独潜水艦 U-864、オソナーで、探知、スードシュノーケルを、潜望鏡で目視した後、ソナーで追撃して雷撃し、撃沈した、例、1943年11月に、第三次使い独潜水艦作戦の基とについていた、E34 が、ペナント沖で、洋上航行中に、 米潜水艦、トーラスに撃沈された例がある。また、双方による攻撃が行われた例としては、1943年7月に、ステフェン海峡で行われた、米潜水艦、スキャンプと日本の囲号168との間で、行われた戦闘がある。しかしいずれも撃沈された、潜水艦は洋上、またはそれに近い深度での航行中であり、現代において一般に、 イメージされる潜水艦同士の戦闘とは異なる。ルーマニア海軍潜水艦マルスイヌル1955年に完成した米海軍のノーチラスは原子炉と蒸気タービンを採用した史上初の原子力潜水艦であった。本艦は水中速力20ノット、先行可能時間は3ヶ月完全後であった。原子力手記登場により、 潜水艦の水中速力と水中航続力は大きく増大した。それにより潜水艦の戦闘能力は飛躍的な向上を遂げた。原子力潜水艦が大型水上艦艇を撃沈した例は1982年のフォークランド紛争時に英海軍のコンカラーがアルゼンチン海軍の巡洋艦ヘネラルベルグラーノを来撃にて撃沈した事例が 最初である。コンカラーは、ヘネラルベルグラーノを24時間以上追跡したが、全く探知されなかった。この戦いにより、それまで水上艦に対し、圧倒的に不利と思われていた源泉の有効性が証明された。逆に、イギリスの潜水艦たった一隻を最後まで撃沈できなかったため、アルゼンチン海軍は、作戦の縮小を余儀なくされた。映画や、 シミュレーションゲーム等において先行中の潜水艦同士の戦闘が描かれる場合があるが、第二次世界大戦以降において、潜水艦を保有する国同士の洋上武力衝突事態があまり発生していないため、潜水艦同士の本格的な戦闘は現在に至るまで発生していないとされる。ロサンゼルス急原子力潜水艦攻撃型潜水艦は魚雷や機雷などを 主兵装とし、敵の水上艦艇や、潜水艦などの攻撃を任務とする潜水艦である。略称は、米英海軍及び海上自衛隊では、SS と呼ばれる。原子力推進式のものは、核動力を表す N をつけて、SSN と呼ばれる。かつての潜水艦は、水上艦艇に比べ最高速力や防御力。 電子装備、水中航続距離などの基本的能力が劣り、巡洋艦や駆逐艦と、まともに戦闘するのは、分が悪かった。このため、主に待ち伏せ攻撃、港湾での情報収集、特殊部隊投入、物資輸送、火客船などへの通称破壊等の任務に投入された。しかし、第二次世界大戦以降、魚雷やソナー、各種電子機器、 通信装置の性能向上、さらに原子力機関の登場により飛躍的に性能が向上し、現在では強力な戦闘力を持つ軍艦として、かつての戦艦に匹敵する地位を獲得した。攻撃型潜水艦は、敵水上艦船だけでなく敵潜水艦も攻撃目標とするようになった。隠密性の高い潜水艦を探知し攻撃するのは、 やはり潜水艦が有利だからである。そこで敵の戦略ミサイル潜水艦を攻撃する任務や自国の艦隊を敵の攻撃型潜水艦から護衛する任務を与えられている。また、冷戦終結後にはソ連海軍を引き継いだロシア海軍の潜水艦部隊は財政状況が悪化し、著しく不活発となった。そのため、 米海軍の攻撃型原子力潜水艦において、従来の敵潜水艦や敵水上艦艇への攻撃、及び味方機動空母艦隊の護衛のような任務は、大幅に軽減されるようになった。しかしながら、冷戦終結と入れ替わり世界では、地域紛争が頻発するようになり、アメリカの攻撃型原船は、新たな任務を果たすようになった。巡航ミサイルを、 艦首の VLS から水中発射指摘根拠地の地上重要目標へ対地攻撃を行ったり敵対国の沿岸に隠密に侵入して偵察や情報収集活動を行ったり特殊部隊の投入や回収を行ったりすることが可能な艦内構造となっている。また従来の敵潜水艦の発見追尾などの任務も重要性の点では 攻撃型原船の一番の任務であり続けている。沿岸型潜水艦は、攻撃型潜水艦、または、不接型潜水艦の一種、哨戒型潜水艦とも呼ばれる。小型で航続力に乏しく、自国周辺海域での哨戒任務に使用される。第二次大戦時までは、排水量数百トンから千トン未満の中型、小型潜水艦が、 沿岸型潜水艦に分類される。巡洋型潜水艦は、攻撃型潜水艦、または、布接型潜水艦の一種。大型で航続力、居住性などに優れ、遠方の外洋に進出して、長期間の行動が可能。敵正会喧下での紹介任務や、敵港湾基地に侵入しての偵察任務、外洋での通商破壊などに使用される。 沿岸型潜水艦よりは外洋行動能力があるが、巡洋型潜水艦ほどの遠洋進出能力を持たないものは、紅洋型潜水艦などと呼ばれる。第一次世界大戦から第二次世界大戦時までに登場した排水量1000トンから2000トン級のものが、巡洋型潜水艦に分類された。運用者は主に外洋海軍であり、 全世界に植民地を抱えていた英海軍や広大な太平洋を作戦海域とする日米海軍などが数多く保有した艦隊型潜水艦は攻撃型潜水艦の一種艦隊決戦での運用を想定した潜水艦味方水上艦に追随し戦闘時は敵水上艦潜水艦に対する攻撃を担当する 火脚船に比べ高速の軍艦と連携するために水上高工事の高速性能が要求される。その性質上、運用した国家は大規模な水上艦隊を保有する海軍大国に限られる。明確に艦隊潜水艦として建造されたものは日本海軍の海大型潜水艦やアメリカ海軍の AA-19 潜水艦など。しかし、 当時の技術では満足な性能の艦隊潜水艦を建造することは不可能であり、間もなく艦隊潜水艦は絶滅した。しかし原子力機関の実用化により、水上艦隊と同一行動で取ることができる高速潜水艦が登場し、かつての艦隊潜水艦構想が実現した。一般的に、それらは攻撃型原線と呼ばれることが多いが、 現在でも、英海軍のみは、艦隊潜水艦の分類を使用し続けている。機雷不設型潜水艦は、適正海剣下での機雷不設を任務とする。通常の機雷不設艦に比べ、潜水艦での機雷不設は安全であった。現在では、機雷の小型化などにより、機雷不設専用に設計された艦艇でなくとも、機雷の搭載、布設が可能であるため、 特に嫌い不設型潜水艦という分類は見られなくなった。物資や兵員の運用に使用される潜水艦。潜水艦は水上艦艇や航空機に比べ敵の懲戒網や監視網の突破が容易なので敵勢力下での物資運搬や特殊部隊揚陸には適役である。第二次世界大戦期の日本海軍潜水艦は輸送任務に投入されることが多かったが、 これらの潜水艦は本来は敵艦船攻撃用に設計されたので搭載力が低く輸送力に限界があった。当初から物資運搬を想定して建造された最初の輸送型潜水艦は第一次世界大戦期の U151 型 U ボートである。当初の建造目的は英海軍の海上封鎖網を突破して アメリカ大陸との間の輸送任務を行うことであった。日本海軍も太平洋戦争末期に専用型などの輸送専用潜水艦を建造し、日本陸軍は三式先行輸送艇という輸送用潜水艦を建造した。しかし基本的に潜水艦での輸送任務は非常に効率が悪いので、今日では特殊部隊投入などの特殊任務を除けば、 輸送に潜水艦が使用されることはない。遊軍艦艇に燃料弾薬食料などの補給を行う。適正会見下で行動する潜水艦への補給任務用に建造された。代表的なのは、14型 U ボートや戦歩型潜水艦など、A 海軍 M 級潜水艦巨大な手法を搭載した潜水型モニター艦である。イギリス海軍の M 級潜水艦や、 フランス海軍のスルクフなどが代表的である。運用概念としては敵基地近海に密かに接近し奇襲的に浮上して砲撃を行うというものであった。しかし潜水艦に搭載可能な大きさの手法では艦砲射撃に使用するには威力不足であり、この構想は失敗であった。他に通称破壊任務も想定されていた。 第一次世界大戦半ばまでは、通称破壊戦においては、標的となる商船の前に浮上し、警告を与え乗組員退避の時間を与えた上で、攻撃するのが一般的であった。加えて魚雷が高価であったので、相手が非軍艦の場合は、より安価な砲弾で攻撃しようという傾向があった。しかし浮上時の潜水艦は、 非常に脆弱であり、たとえ非軍艦相手でも戦いを挑むのは危険であった。ため、法力を強化して圧倒しようとしたのである。しかし、潜水艦の最大の利点である、隠密性を放棄するのは、本末転倒であり、この構想は失敗であった。日本海軍の400型潜水艦、イ13型潜水艦の続称である。搭載機は極地への奇襲用に、魚雷、 800kg 爆弾という当時の艦上攻撃機、艦上爆撃機と同等の攻撃能力を持たせており、従来の航空機搭載能力を持つ潜水艦とは一線を隠す存在であった。他には第三帝国海軍の u 望 o l t 型など計画されたが実際に完成に至った例はない。しかしながら蒸気の潜水空母は実際には 水蒸気の搭載能力しか持っておらず、名称とは裏腹に現実には、潜水水蒸気母艦と呼ぶべき存在である。2機3機という搭載機数も、通常の同時代の巡洋艦と同数あるいは若干、少ない程度に過ぎず、本格的な潜水水蒸気母艦とも言い難い。もっとも搭載機は実戦においてはフロートを装着せず、 飛水蒸気として運用する計画であったが、罹患はできても回収が不可能な使い捨てとなり、また実戦投入の機会が得られないままに終わった。通常の航空母艦と同様に、飛行甲板から関西域を発進可能な真の意味での潜水空母は実在したことはない。巡航ミサイルを発射する、改め、 オハイオ級巡航ミサイル潜水艦多数の巡航ミサイルを発射する潜水艦。主に冷戦期にソ連海軍が運用した。ソ連海軍の巡航ミサイル潜水艦は敵艦隊攻撃用に建造されたもので大型で大威力の艦対艦巡航ミサイルを搭載していた。アメリカ海軍も潜水艦で巡航ミサイルを運用することを意図し、 トマホーク巡航ミサイルを開発した。トマホークは小型であり、魚雷発射艦からも発射可能であったため、アメリカ海軍は巡航ミサイル専用の潜水艦を建造しなかった。しかし、冷戦終結後になって、巡航ミサイルによる対地攻撃用に、改め、オハイオ級原戦が出現した。改め、オハイオ級は、モニター潜水艦や潜水空母では、 アイデア倒れに終わった構想を実現させた存在と言える。改め、オハイオ級は実に154発ものトマホークを搭載可能であるため、強力な対地攻撃能力を期待されている。オハイオ級弾道ミサイル原戦のアラバマ弾道ミサイル潜水艦は、潜水艦発射弾道ミサイルを搭載し、敵国への核攻撃力保持を目的とする潜水艦である。 原子力推進の場合は、戦略ミサイル原子力潜水艦と類別される。英語での略称は、SSB 及び原子力推進の SSBN。アメリカ海軍の俗語で、ブーマーアーと呼ばれる。所在の秘匿には、長期間の潜航が有効のため、現在では全て原子力推進のものとなっている。ソ連海軍の629型潜水艦など、 初期の弾道ミサイル潜水艦にはディーゼル推進のものも存在した。冷戦初期は弾道ミサイルの射程が短かったため弾道ミサイル潜水艦は敵国近海まで進出していた。弾道ミサイルの射程が向上した後であっても陸上基地に比べ秘匿性が高く攻撃を受けにくいため弾道ミサイル潜水艦は運用が続けられている。また、 初期の SLBM には発射時に浮上する必要のあるものがあったが、これも水中発射が可能なように改良されている。長期間水中に没し続け、容易に所在を変更できる SSBN は、その所在の確認や探知が困難である。その運用においても、静粛性を保ち、非探知を避けるような行動が求められている。その隠密性により、 他の核戦力より生存性が高く、他の基地が先制攻撃で壊滅した場合であっても、戦力を保っている可能性が高い。そのため、報復もしくは第二撃核攻撃に用いることが想定されている。強力な対空レーダーを搭載し、早期警戒任務を行う。セールフィッシュ級潜水艦などが存在したが、 早期警戒機の登場により早々に価値を失い、姿を消した。ドイツ海軍の特殊潜航艇税墳と排水量、数十トン、乗員数名程度の超小型、潜水艦。兵装搭載力や、航続力が小さく外洋航行力には欠けるものの、小型のため探知され、憎く,く、特に水深が浅く障害物の多い海域では探知、攻撃される可能性が低い。 そのため、沿岸警備や待ち伏せ攻撃に使用される。第二次世界大戦時には、真珠湾攻撃に使用された日本海軍の、公表敵や、ドイツ戦艦、ティルピッツ攻撃に使用された、英海軍の X 級戦工程などをはじめとして、各国で特殊戦工程が製造された。人員が艦外で操作するタイプもある。現代でもその利点を生かして、 敵の支配水域に侵入して、情報収集に当たったり、スパイを送り込んだり、捕らえた捕虜を海岸付近で収容したりすることに用いられる場合もある。平時にも特殊戦航艇は領海に不法侵入して、活動を行うので、冷戦期のソ連特殊戦航艇は、西側諸国にとって厄介な敵であった。特に、ソ連。 ユーゴスラビアでの開発が著しく、北朝鮮はユーゴスラビアから技術を輸入して、先行艇建造に努めてきた経緯がある。一方で、イタリアにおいても一部企業が特殊作戦用の先行艇を建造しており、同海軍は採用していないものの、ユーゴスラビアや中近東諸国、コロンビアなどに輸出された実績がある。百九十六年の韓国の考量。 浸透事件では、北朝鮮工作員が、産後急潜航艇による、韓国国内侵入に成功しており、侵入作戦用機材としての潜航艇の有用性を証明している。潜水艦の船体形状には、以下のようなものがある。w w 二次期の独海軍 u b o t ン型。水上潜系船体。 船体中央部の張り出しは非耐圧性の海水、燃料シーウルフ急限船。ハマキ型船体。トラファルガー急限船。クジラ体系船体。潜水艦は、潜航時には、水圧が加わるので、船体は水圧に潰されない強度が必要である。船体の耐圧部分は、耐圧核と呼ばれる。耐圧核の配置形式には大別して、単核式と複核式がある。 尖閣材には深海での水圧に耐えられる高強度の素材が必要とされる。潜水艦の尖閣には主に高張力鋼が用いられている。ソ連のアルファ型原線などチタン合金を採用したものもある。チタン合金は高張力鋼より磁性が低く、磁気探知機による非補足率が低く、同じ重量の高張力鋼より強度も高いなどの利点がある。 しかし、加工が困難なこと、音波の反射性が高いこと、高調力高より材料費が高いことなどから一般化していない。管内各部にはタンクが配され、重量と姿勢を制御する潜水艦は、浮上時は、船体排水量が浮力より小さいので、水上に浮いている。潜りたいきは、管内の海水槽に海水を注入し、船体排水量を浮力より大きくすることで、 進行する。海水槽には、メインバラストタンク、ネガティブタンク、トリムタンクがある。メインタンクは海水、または空気を注入する、船体浮力調整用タンクである。ネガティブタンクは、メインタンクの補助用の浮力微調整用小型タンクで、通常メインタンクとは逆の周排水を行う。トリムタンクは、トリム調整用であり、船体前後に2カ所設置されており、 船体前後の浮力比を操作する。潜水艦は先行する場合、まずベント弁を開く。すると、フラットホールから海水が入り、船体浮力が低下して艦が沈下を開始する。その後、トリムタンクや舵を操作して、艦首を下げ、目標深度へ到達する。目標深度到達後は、トリムを調節して、水平状態を保てるようにする。浮上時には、 艦内の圧縮空気タンクからメインタンクへの空気を注入するとタンク内から海水が排出されて船体浮力が増し艦は浮き始めるこの操作はブローと呼ばれるなお潜水艦の最大潜行深度は重要な軍事機密であり艦艦式などでは外部の人間に深度計を見られないように張り紙などで隠してしまうほどであるしたがって 公表潜航深度は参考程度の価値しかないが、それらによると、攻撃型潜水艦の潜航深度は300から600メートル程度、戦略ミサイル源泉が100から500メートル程度である。武装した潜水艦の潜航深度記録は、1985年に、チタン合金尖閣のソ連源泉。 K-278 が記録した1027メートルで、K-278 はこの震度で、魚雷発射が可能であったと言われている。当時この震度の潜水艦を探知、攻撃する能力は、どの国にもなかった。なお、軍事以外の潜水艇の震度世界記録は、1960年に、深海調査艇、トリエステが出した。 震度1916メートルである。潜水艦は水上艦と違い、トリムバランス以外にも水中での三次元立体運動を行う必要があるため、重打の他にオーダとセンを装備している。センは従来、艦首部に配置されていたが、艦首部はソナーなどの音響装置の空間になったため、騒音軽減のため環境側面に装着するのが主流となった。 この方式はセールプレーン方式と呼ばれる。一方、ソ連ロシア海軍は監視部に装着していた。これは、同国潜水艦は北極海での行動が多いためである。北極海において浮上する場合、海表を環境上部で破砕する必要があり、その際に環境に線打があると損壊する危険がある、ためである。他に、バウプレーン方式は、 センダの反応性が良好であるという利点がある。また、完備のソーダ部分は十字型が多かったが、近年は事故による損傷からのフェールセーフと水中でのソーダ性向上のため X 型のソーダ翼が増えてきている。潜水艦の推進装置にはスクリュープロペラが使用される。潜水艦では特にキャビテーションが大きな問題となる。キャビテーションは プロペラの腐食、振動、推進効率低下などを引き起こすが、潜水艦では特に騒音の発生が問題となる。キャビテーション低減のため、ハイスキュードプロペラと呼ばれる三日月型海を持つプロペラが開発された。このプロペラの加工には高度な製造技術が必要であり、形状から性能も押しはかれるため、各国とも最新鋭潜水艦の浸水式では、 プロペラ部を隠して浸水させている。海上自衛隊クレ資料館の秋潮のように旧式館となって退役後に展示される場合もダミーのプロペラに交換されている。また、プロペラ加工装置をめぐって、投資箱小麦犯事件のような日米外交問題も、かつては発生した。キャビテーションを抑制するため、シュラウドリングを装備したポンプジェット推進方式もある。 これは一般プロペラと比べて推進効率が低い45%程度。一般プロペラの推進効率は65%ほどが出力に余裕がある原子力潜水艦では使われる場合もある。なお、ソ連ロシアの潜水艦は北極海での行動が多かったのでポンプジェット推進以外でも 単に海氷からプロペラを保護する目的で、シュラウドリングを装備したものもある。究極的には、両導体である海水に磁界をかけて推進する、超導電動電磁推進に勝るものはないが、その強力な発生磁界により隠密性が損なわれる、ことと、各動力エープ以外では、超導電動電磁石への供給電力を賄えないため、今後も、実戦配備される可能性は、 乏しいと思われる。充電中の海上自衛隊潜水艦潜水艦の最も一般的な動力はディーゼルエンジンであり、通常動力型潜水艦の大半はディーゼル潜水艦である。潜航時は吸気が不可能なので電動機を使用する。潜水艦は登場以来長らくディーゼル機関と電動機を併用していた。ディーゼル潜水艦の動力方式には 直結方式とディーゼルエレクトリック方式がある。直結方式は、ディーゼル機関、電動機、プロペラを直結したもので、水上航行時には、ディーゼル機関を、水中航行時は、電動機で航行する。ディーゼルエレクトリック方式は、水上航行時は、ディーゼル機関で、発電機を回してその電力で電動機を動かし、水中航行時は蓄電池の電力で電動機を、 動かす。前者は水上航行時に高速が出せるが、充電効率が低かった。そのため、潜水艦の水中航行が主流となった第二次世界大戦以後は、充電効率に優れる校舎が主流となった。ディーゼルエンジンの代わりに、石炭ボイラーと蒸気タービンを搭載した蒸気潜水艦も、かつては作られた。英海軍の京急潜水艦や、 ソードフィッシュなどである。蒸気機関はディーゼル機関よりも高速が出せたが、煙突の収納や機関の指導に時間がかかりすぎるので、潜水艦には向かず、いずれも失敗に終わった。かつてのディーゼル潜水艦は水中行動力に劣り、潜航時はほとんど動けなかった。やがて、シュノーケルや高性能な蓄電池や電動機の開発により、ある程度は改善されたが、 それでも、定期的な吸気と充電を必要とするディーゼル、潜水艦は、原子力推進潜水艦に比べればはるかに劣る存在であった。このため、外気を必要とせず、常時先行状態で、駆動可能な推進機関、すなわち、エープ機関が必要とされてきた。第二次世界大戦期のドイツでは、バルタータービンを搭載した、バルター潜水艦。 ズビブ型 U ボートや XB 型 U ボートが試作された。また、ソ連では、ヘイサイクルディーゼル機関を搭載した、ケベック型潜水艦が建造されたが、いずれも安全性に難があり、実用化には至らなかった。しかし21世紀になって、ようやく、非待機依存型機関を搭載した、潜水艦が、実用化されるに至った。これらは、燃料電池や、スターリングエンジンを、 補助機関に使用することで、水中行動力の向上を図っている。世界初の原子力潜水艦、ノーチラス第二次世界大戦後に急速に発達した、原子力技術を駆使して誕生したのが、原子力潜水艦である。吸気も、燃料補給もなしに、極めて長期にわたり駆動する。潜水艦には、理想のボイラーたる、原子炉の登場により、 潜水艦の水中速力は大きく上がり、下潜時間は数ヶ月にまで増えた。原子力潜水艦はあり余る出力を活かして、海水を電気分解し、艦内へ常時新鮮な酸素を提供する。このため、原子力潜水艦は世界一空気がきれいと言われるほど艦内は快適である。しかし、調味料の放射線漏れは絶えずあり、 米軍の上院は放射線被爆線量測定バッジをつける。常に蓄電池の残量を気にしながら定期的な浮上を必要とする通常動力型潜水艦に比べ無限の航続力を持ち氷の下の北極海すら航行可能である。こうしてみると原子力潜水艦は圧倒的に優位と思われるが構造上解決できない欠点もある。 原子力推進は、原子炉冷却水循環ポンプや、蒸気タービンによるブレードや減速ギアの騒音が発生するので、先行中の動力を蓄電池と電動機にて賄う、通常動力管よりも静粛性に劣る。さらに、原子炉冷却が常時必要なので、たとえ低出力化で自然循環冷却可能であっても、通常動力管のように一切の作動音を停止し、 無音状態にすることは不可能である。そのため、攻撃型潜水艦の戦闘局面に限れば、原子力艦も通常動力艦でも優劣つけがたいとされる。また、建造に応する技術的水準や建造費、維持費が高く保有できる国は限られる。日本などは技術上の問題のほか原子力に対して否定的な世論の存在により保有していない。 潜水艦は、浮上時には、通常の船舶と同様に、転速工法や衛星測位システムが利用できるが、潜航時には使えなくなる。そのため、潜航中は、完成工法装置とソナーを利用した、海底追随工法を利用する。海底追随工法は、通常は、海図と完成工法装置で時間の位置を把握して、 時折音波の反射を利用して位置を確認する方法である。秘匿性を求められる潜水艦にとってアクティブソナーを発して海中航行することは自殺行為であるため目隠しをして飛行機を操縦するかのごとくパッシブによる周囲の音響変化などを頼りに手探りで航行しなければならない。そのため一大潜水艦隊を運用している米ロ海軍は 独自の海洋調査船を複数運用することなどによって絶えず、想定線上となる海域の海底地図を作成していると言われる。もちろん、潜水艦部隊の通常紹介によっても地図の精度を上げるなどの努力は行われていると見られる。ただし、完成工法は長時間使用すると誤差が増大するので、時折は浮上して、 転速広報や衛星測位システムにより正確な時間位置を把握する必要がある。日本のみならず中国や韓国も独自に海底地図などを作成していると見られるが、北方領土問題だけでなく、尖閣諸島や海底資源に対する外交問題、竹島領有権問題などにより、その行為はたびたび日本近海で問題を生じている。海中においては、 電波が減衰しやすいため、海中を航行する潜水艦に対しては、通常の短波、極超短波などの通信は不可能であり、水中レーザー通信も実用化されていない。通信設備としては、比較的海中を透過しやすい、超超波などを利用し地上との通信を行うが、VLF では多量の情報を受信することが難しく、また、 潜水観測からの発信もできないために必要に応じて通信アンテナマストをろいただきし、短波、極超短波や衛星通信を行う。衝突などにより通信アンテナが全損した際に備え衛星携帯電話など艦のシステムとは独立した通信装置を導入する例もある。極超超波は海中深くまで到達するので潜水艦は 最大先行深度付近で受信可能である。ただし、送信できるデータ量が非常に少ないので、大量の情報受信には向かない。また、ウルフは送信するために、全長数十キロメートルにわたる長大なアンテナ施設が必要で、有事の際にはこれらの施設の脆弱性に問題がある。陸上からの単方向通信であり、潜水艦からの送信は不可能である。 超長波は海中震度10メートル程度まで到達するので、震度数メートル程度を先行すれば受信可能である。実際はそこまで浅く潜ると発見される可能性が高まるが、栄光部位、またはフローティングアンテナを使用すれば、潜水艦本体は深,深度で受信が可能となる。しかし、送信できる情報量が少ないので、大量の情報通信には向かない。 また陸上からの単方向通信であり、潜水艦からの送信は、不可能である。送信するには巨大な地上アンテナ施設を使うほか、潜水艦が存在する海域の上空で、長いアンテナを栄光して、電波を受信し、信号を別回線により、地上へ伝送するタコモウキも利用されている。タコモウキとしては E-6 マーキュリーやつ -142mR などがある。 通信衛星を利用できる国では、通信衛星との間でマイクロ波送信により、送受信を行うことができる。マイクロ波は海中まで到達しないので、通信時には潜水艦のアンテナを海面上に露出させる必要があり、敵に探知される可能性が高まる。しかしマイクロ波は大量情報の送受信が可能なため、圧縮通信を行えば、作業は、 短時間で済む。水中電話を利用することにより、先行中の潜水艦同士や水上艦と通信を行うことができる。また、海底の要所に音波を利用した通信中継装置を設置し、それを海底ケーブルで地上施設と結ぶことで潜水艦との通信を行う。冷戦時にはアメリカ海軍を呼び、ソ連海軍が音響通信装置を多数敷設した。 ロサンゼルス急原子力潜水艦の魚雷発射管室、対艦、対戦戦当時の潜水艦の主力兵装は、魚雷である。潜水艦用魚雷の誘導方式は、以下のようなものがある。以上のような各種の魚雷は、それぞれが有する中間誘導方式、終末誘導方式などの特性に合わせ、状況に応じて使い分けられる。セミアクティブホーミング及び優先誘導の場合、 構想途中で、コースや速度を変更できる。例えば、発射所限確定前に発射して、敵船の大まかな方向に魚雷を構想させておき、潜水艦本体のソナーにより得られたデータをもとに、後から発射所限を入力することも可能である。魚雷の命中率を向上させるためには、方位だけでなく、距離、深度、目標の進行方向、 進行速度等の発射所限の標定が重要である。射撃管制には複雑な計算を必要とし、複数のソナーを使いこなすために射撃管制装置には高度なコンピュータソフトウェアとデータベースを必要とする。射撃式装置のソフトウェアとデータベースは経験の長い、米ロ両国が優れていると言われている。ソ連及びロシアは、 自国のディーゼル潜水艦の射撃管制装置を共産諸国や冷戦後は購入するあらゆる国に低価格で輸出している。米国はディーゼル潜水艦を作っていないため西側諸国は射撃管制装置を自制するか輸入している。潜水艦は敵艦船が使う航路や港湾付近で隠密裏に機雷を付設する用途にも使われる。 第二次世界大戦直後まで潜水艦は敵戦攻撃時に高価な魚雷を節約したり駆逐艦や航空機に反撃したりするため砲を搭載していた。日本海軍は潜水艦でアメリカ本土とカナダに対地砲撃を加えた。現代の潜水艦は水中での高速性や静粛性を重視し砲を装備していない。かつては 先行能力が低かったこともあり、多くの潜水艦に対空砲が搭載されていた。現代では先行できる時間が長くなったことと、先行可能深度が増大したことにより、航空機に対しては戦うより先行して、身を隠した方が安全となったため、潜水艦は基本的に対空兵装を装備していないことが多い。先行できない際に接近した対戦ヘリコプターに、 対処するため、蛍光式の対空ミサイルを搭載している。潜水艦もあるが、自動小銃などと、同じく自衛用であり浮上して攻撃するなど、積極的な戦闘は避けている。時間を捜索する哨戒ヘリコプターを攻撃するため、魚雷発射艦から射出する対空ミサイルが開発されている。アメリカ海軍では、先行中に、 ダイバーや小型潜水艇の出入り艦を容易にするため、ドライデッキシェルターと呼ばれる船体に着脱可能なモジュールを導入している。家族との再会を喜ぶ、米原船、ミシガンのゴールドハン乗組員潜水艦、特に第二次世界大戦時やそれ以前のものは、居住性が劣悪である。もともと、軍艦は、兵器や物資、燃料を大量に積み込む必要がある。 潜水艦は、さらに浮力となる空間を現じる必要があるため、それらに、スペースが取られてしまい、結果まず物資を積み込み、その隙間に乗員が潜り込むと言われるほどに居住性は、劣悪である。艦内は湿気だらけで洗濯物も乾かせず、また燃料、排気、カビなどの臭気が充満しているので、嗅覚に異常をきたす上、それらの匂いが体に染みついてしまう。 清水は貴重なので入浴は制限される。潜水艦には冷房装置が備えられているものの、多くは動力の冷却などに使われるため、室温が25度を下ることはなかった。敵艦に接近する場合は、超音されるのを防ぐため冷房装置を停止させたので、より高温になった。また、先行中は、水圧の関係からトイレも使用できなくなった。 このような環境で毎日単調な任務が延々と続くので、潜水艦勤務は非常に過酷であった。娯楽も音を立てないように静かなカードゲームが好まれ、アメリカではクリベッジが定番の娯楽となっている。原子力機関の登場後は、居住環境は以前よりも改善された。前述のように、大出力の原子力機関は電力に余裕があり、 電気分解や海水淡水化を行えるので、酸素や真水の確保には困らない。ロシアの大型戦略厳選台風型では、プールやサウナまで装備されている。しかし、一度出港したら数ヶ月間帰還できない。厳選クルーは、家族との関係を保つことが困難である。米海軍では、乗組員をブルーとゴールドの2班に分け、ローテーションで航海期間を減らしている。 一つのグループが70日間の航海を終えて帰港すると約1ヶ月ほど艦の整備などを行いその後もう一つのグループが70日間の航海に出ていくそして航海を終えた方のグループがしばしの休暇の後訓練を行うしかし潜水艦の1回の航海につき1組は離婚する乗組員が出るというまた乗員は 一度先行すると数ヶ月間浮上しないこともある任務のため極めて厳しい肉体的、精神的条件をクリアしなければならず、潜水艦乗りの間でブリキ病と呼ばれるうつ病や神経症にかかる乗員も少なくないとされている。この問題はどの国の事情も同じようである。そもそも潜水艦の作戦行動は機密が要であり、乗組員は 防雨用のため、その家族にすら、作戦の開始日、期間等を教えることができない。アメリカ海軍や海上自衛隊において、潜水艦乗組員の気象はシャチをあしらったデザインだが、これをドルフィンマークと称し、潜水艦乗りの別名となっている。U-995 の調理室。潜水艦の乗組員は過酷な任務に就くため、食事は、 海軍の中でも最も充実していると言われており、食料不足に悩んでいた第二次世界大戦末期の大日本帝国やナチスドイツでも潜水艦には優先的に食料が配給された。ただし、狭く環境の悪い潜水艦では新鮮な食べ物は出港後数週間で消費し尽くされ、その後は似たような保存食がずっと出されることとなる。 この生鮮食品が切れた後に限られた保存食と狭い調理室でいかにバリエーション豊かで美味しい食事を提供し続けられるかが放水院の腕の見せどころであり、それが可能な腕の良い放水院は大切にされた。それでも後悔が長くなると重油やカビなどの匂いで何を食べても潜水艦の味しかしなくなったと言われる。食料は倉庫に保管するほか、 少ないスペースを生かして、可能な限り積み込むためにソーセージを、天井から吊り下げたり、パンを、ハンモックで吊ったり、ベンチの中に野菜を詰め込んだりと工夫を凝らす。また、館内の調理においても、酸素を消費する、ガスコンロの使用は禁止され、すべて電気を利用する、電磁調理器で調理する。日本の潜水艦の場合、食事は主食に、白米、乾麺、 服食に乾燥野菜と缶詰、漬物各種のほか比較的保存しやすい、生鮮野菜として、玉ねぎやジャガイモなどの根菜類などを材料とした、各種のメニューが提供された。ドイツの潜水艦の場合、ほぼ毎食が、主食は、サラミソーセージと、チーズやバター、艦内でまとめて焼かれる、黒パン、付け合わせとして、ザワークラウト。 生鮮野菜としての玉ねぎとジャガイモの煮込み、デザートでレモンであった。これらの食事では必然的に各種栄養素が不足する。このため、用の東西を問わず、潜水艦乗員はビタミン剤をはじめとするサプリメントの大量補給が必須であった。U995 のベッドルーム兼リビングルーム。二人が共有し、下にはバッテリーが設置されている。 S, S 型潜水艦の発射艦室にある、ベッドマミズは貴重であるため航海中の洗濯や、シャワーは海水を使用する。士官が当てられるポストとしては、艦長、副長、専人将校、航海長、機関長、水雷長、通信長などがある。艦長の階級は、第二次世界大戦中の日本では、少佐、ドイツでは、大尉が普通であった。 戦時中のドイツや日本では海軍の他の部隊と比べて潜水艦は上下関係が緩やかであったと言われる。日本の場合は艦長ですら自分の下着は自分で選択せねばならないほどであった。就寝用の空間も限られたため士官や歌士官は通路の脇に設置されたベッドで就寝したが U ボートなど比較的小型な艦ではベッドは 数人で共有していた上に、弾薬庫の中で魚雷と一緒に寝ていた下級の乗組員もいたほどであった。より大型であった大日本帝国海軍の囲碁潜水艦では、一応一人一台のベッドは確保されていたが、その代わりに航海期間は有ボートより長かった。旧ソ連ロシア海軍の原子力潜水艦は、大幅な自動化、省力化により、 乗員数を削減し、大きな乗員用スペースを確保した例もある。ただし省力化による弊害もあり、原子炉の事故などに対応できないなどの問題も生じた。海上自衛隊、人流においては、シャワーは3日に1回、洗濯はできない。3段ベッドで、見習い研修の隊員上幹事は魚雷を一部陸上げ、して空いた格納棚が、臨時ベッドになるとのこと。 長らく潜水艦の乗組員は男性に限られていたが2010年以降各国海軍で女性乗組員を認める動きが出ている一方で女性乗組員が被害を受けまたは関与するスキャンダルも発生するようになり2014年にはアメリカ海軍のワイオミングにいて盗撮騒ぎが起きたほか2017年には イギリス海軍のビジラントの艦長と副長が女性士官と航行中の艦内で世界初の不適切な行為を行い解任されている。アルゼンチン海軍では2017年までに女性将校が潜水艦3不安に上艦していたが2017年11月艦とともに行方不明となっている。死亡が確認されれば女性初の潜水艦乗りの死者となる。 2018年11月に南大西洋の営養フォークランド諸島沖南位45度56分59秒、成型59度46分22秒の海底に沈没していたことが確認された。海上自衛隊では潜水艦のみ女性の配置が制限されていたが2018年までに女性自衛艦を短期航海に乗艦させ問題点の確認。 2019年度以降に潜水艦、教育訓練隊に、女性用トイレなどの整備を計画した。2020年6月から道潮での訓練を開始し、同年10月に訓練を終了した。初期の超音機通常の艦艇と異なり、潜水艦は、海中で行動する。このため、他の艦艇と戦闘システムは大きく異なっている。空気中と違って、水中では、 電磁波の減衰が著しいため、電波を用いるレーダーや、可視光域不可視光域での光学的捜索といった手段は、使えない。その代わり、主となるのが、海水中における音波の性質を利用した捜索、攻撃である。その主たる手段がソナーであり、ソナーによる探知と回避をめぐる、技術的な蓄積と、それらを用いた胎児を総称して、水中音響線と称する。 この点について、前提となる音波の性質や海中における音波電波について説明する。ソナーで使われる音波は低周波のものと高周波のものとに大分される。以上の理由により、両者の長短をそれぞれ補うように、ソナーは高周波と低周波の両方の音波を使い分ける。音波の電波は海域の地形、海水の成分、温度、 海流などによって複雑に変化する。水中音響線で勝利するには、高性能なソナーの開発に加えて、日頃から海洋観測艦などを動員して、海域のデータを集めておくことが必要である。海の中は、単純化すると、表面層、温度薬層、密度薬層に分けられる。表面層海面付近に位置する海水の層で、主として、 海面と大気との熱交換、および海上風による対流で海水が混ぜ合わされているので、温度や塩分密度などが一定である。通常、表面層から温度薬層へ移行するに従って緩やかに温度が下がっていくので、両者の明確な差はない。だが、正午頃に海面水温が急上昇する現象が起こると、ある深度を境界に温度が急激に変化するようになる。 温度が変化する振動、レイアーデプスという。午後の効果により、LD が形成されると、そこで音波が反射され、LD 以下の振動には到達しなくなる。そして音波は、LD と海面で反射を繰り返しながら、遠距離まで伝播していく。音波が表面層に閉じ込められた状態となるのである。この状態の表面層を、サーフェイスダクトと呼ぶ。敵潜水艦が、 SD に潜んでいる場合、水上艦はアクティブソナーを用いて遠距離からの探知が可能であるが、LD より深深度に潜った場合、潜水艦は水上艦に探知されることなく奇襲攻撃を行える。これに対抗するため、水上艦や対戦ヘリは幅広い深度にエコー式ソナーや釣り下式ソナーを投下してソナーの死角を防いでいる。 温度薬草混合層の下層に位置する水温薬草においては、深度に比例して水温が下がるので、それにより、音波が下向きに曲げられて進む。下方に進んだ音波は、旋回ならば、海底で反射されて、その後は、海底と海面の間で反射を繰り返す。そのため、海底の間に音波が届かない、シャドウゾーンと呼ばれる部分が形成され、ここは、ソナーの四角となる。 密度薬草深度1000メートルを超えたあたりから水温はほぼ一定になるのでこの層は密度薬草と呼ばれる水温がほぼ一定になることにより音波は下向きに進まなくなる逆に今度は水圧により上向きに曲げられて海面方向へ進んでいくこれにより深々土海域では一旦回転方向まで進んだ音波が戻ってきて再び海面に集まるので 何もない海面上で突然ソナーに反応がある現象が起こる。この海域を収束帯と呼び、発信源から距離27から33回りごと、幅4から5回りの区画に CZ が現れる。CZ を利用すれば、時間から27から33回り彼方にある敵艦の探知も可能となる。そのため、パッシブソナーにて CZ で探知した敵を、 直ちに攻撃できるように、対戦ミサイルが開発された。また、震度1000メートル付近の温度薬層と密度薬層との間では、水温と水圧のバランスにより、サウンドチャンネルと呼ばれる音波電波層が出現する。SC では、反射による音波の吸収、減衰がないので、非常に遠くまで音波が電波していく。クジラなどは、 SC を利用することで超音波により何千回りも離れた仲間と連絡を取っている。SC は稀に旋回でも発生する場合があり、詳しい原理はわかっていない。SC を利用すると非常に遠くの敵艦を探知できる可能性があるが、SC まで潜れる潜水艦はソ連のチタン合金製潜水艦、アルファ型やマイク型などを除けば存在しない。しかし、 栄光式ソナーを使えば、そこまで潜らなくても SC を利用することができる。また、SC には、敵潜水艦の通過を監視するソシスなどの固定式海中ソナー監視網が設置されている。探知方式ソナーの探知方式には、アクティブ式とパッシブ式がある。アクティブ式は、ソナーから探知音を出して、その音が目標に命中して反射して、 跳ね返ってきた音を受信する方式である。しかしこの方式では、探知音を出すことで、かなりの電力が消費されるだけでなく、発した音波によって探知が可能な距離よりも、遠くまで届いた音波を逆探知され、自らの所在を暴露してしまう危険が伴う。パッシブ式は、目標が発した音響をそのまま受信する方式である。自らの所在を暴露してしまう危険はない。ただし、 この方式による目標の正確な位置の測定精度はアクティブ式に劣る。また、目標が停止している場合や音響が非常に小さい場合には探知することができない。つまり、これら二つの方式には一長一短があり、それぞれの特性を補い合わせるように利用する必要がある。通常はパッシブソナーで目標の大まかな位置を把握しておき、 魚雷発射管制時など、目標の精密測定が必要な場合のみにアクティブ、ソナーを使う。ソナーの種類マイ源サンフランシスコ、ミヤマと衝突したため大きく破損している。一人、死亡、23人負傷の人的被害が出たが艦は、自力でも航行できる状態だった。潜水艦に、装備されている、主なソナーには、次のようなものがある。 ただし各国によって装備方法は異なるので、米海軍式を中心に解説する。潜水艦の対抗手段ソナーによる探知に対しては、静粛化対策が施される。戦後の潜水艦の活動においては、以前とは比較にならないほど、潜航時間の比率が増した結果、静粛化が一段と重視されるようになった。これは、一方では敵に、 探知されるのを防ぐためであるが、他方では、自身のソナーによる探知を妨げないためであり、工房のいずれにおいても重要である。そこで、設計上の高度な技術的改良から、館内床面へのゴムシート付設や、乗員のゴム底靴使用などのような単純な工夫まで、ありと、あらゆる対策を実施している。ありがとうございます。